死神が存在する、これで全ての謎が解けました。殺人の方法も分かりました。ノートに名前を書くと書かれた人間が死ぬ。そうですね、高田清美。死神、殺人ノート、世間の誰がそんなこと信じてたのか。起訴も裁判も成立しません。そう、私は誰も殺してない。ノートに名前を書いただけよ。いえ、殺人ノートが本物と証明されればあなたは有罪、死刑です。